じゃあ早速杉本さんはビデオも見ていただいて、六本木ヒルズのあれですねセミナービデオ、はい、1のひょっとしてあれですかね、集客のやつですかね、それともネタ選びとあのツイッター集客、ああはいはいはい、でいろいろよかったですか。ですね、もう本当に、集客っていう面で何を使っていけばいいかとか、はい、その細かい技が、はい、随所にこう出てて、はいはい、もう何にしようかなっていうのが本当になんかどんどんイメージが湧いてくるというか。ああ嬉しいですね、うん、あれ本当はねノートがこうあってもらってて4万9800円とか売ろうと思ってたんですよ。ねえ、そのぐらいの価値全然あると思います、で音がちょっと割れてて聞きにくいし、あれでお金取られるとちょっとやっぱり印象悪いかなと思ってやめちゃったんですけど、ただ恐れず売っちゃってもよかったかもしれないですね。いやあれ売るべきですね。細かいテクニック本当すごいなと思って、なんだろう、その例えばもう古くなったパソコンとか、はいはい、壊れたビデオデッキとか、はい、そういうのをジャンク品っていうことで売る、はいはい、でそういうのでそのなんだろう部品とかのレアメタルってやつを取れるとかっていう、はいはいはい、ありますね、はい、でそういうのでもやっぱりこう需要があるというか、まあ、お金を取れるシステムもあるし、はい、写真の撮り方もなんか斜めにしてアップにすることで、はい、この写真との違いを出すとか、はいはいとかはい、もうそういうテクニック的な部分とか、はい、あとはもう単純にそのアメブロで集客し、さらにツイッターで商品名つぶやくとやっぱり検索、はい、CEO 対策ですか、はい、がもうトップに来るとか、もうそういうのでどん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 こう、まあ、集客ができるというか、そういうところのテクニックすごいなと感じて、ありがとうございます。じゃああれはもう、ね、650円のこのもう最初の1個だけでそんなにいっぱい ビッグトモローかこの1170円の個人輸入の本を買うだけでタダで配ってるってのはもう頼もらなきゃ損ですから。ありがとうございます。じゃあもう皆さんもらっといた方がいいですね。